岡山県の中央部、標高400メートルの久米郡三崎町西部の大浜地区に、360度すり鉢状に広がった美しく雄大な棚田をテーマにした。稲作の国日本をイメージする和の伝統楽器の十三弦琴を用い、キラキラと光る水田がまるで異国の地にも見えることから、イタリア発祥のオカリーナを合わせた。通常のオカリーナでは1オクターブ半と音域が狭いことから、進化型の3連のトリプレットオカリーナ2本をメインにした。導入部は、山間部に突然現れる壮大な棚田をモチーフに、ワルツではない三拍子のゆったりした主題が繰り返される。十三弦琴がキラキラ輝く水田を描くように細かい動きで寄り添う。農繁期が来て農業機械が田に入る音を琴の打ち爪が表す。続いて8分の6拍子で忙しいながらもリズミカルになされていく農作業がオカリーナで奏でられる。やがて実りの秋が来て黄金の稲が穂を垂れる様が琴の技巧的なカデンサで表現される。そして稲刈りを行う前ののどかな風景が4拍子の徒長調で演奏される。近くの山からは小鳥の声が聞こえる。稲刈りの時期は祭りにも似た狂乱的な変拍子で表され、人々の収穫への歓喜で終わる。Thank you.
Thank you.